こんにちは、桜井さん。ヒタルさん、ようこそ福島ロボットテストフィールドへ。ここは研究棟です。見学の方はまずここからご案内しています。そもそもここ福島ロボットテストフィールドってどんな施設なんですか？はい、この施設は陸・海・空のフィールドロボットの一大開発実証拠点です。インフラや災害現場など実際の使用環境を再現しており、ロボットの性能評価や操縦訓練などができる世界に類を見ない施設です。詳しくはこちらをご覧ください。今日はこの広い施設をいろいろご案内いただけるんですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。では早速行ってみましょう。はい、研究棟には多くの企業・団体が入居している研究室があります。主にロボットやドローンなどの先端産業が中心です。さらに福島県ハイテクプラザ南相馬技術支援センターにより、設備の利用支援やロボット技術などの技術相談・開発支援を行っています。ここからは福島県ハイテクプラザの塚本さんにご案内いただきます。塚本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ヒタルさんは健康診断なので CT スキャンを取ったことありますか？はい、あります。レントゲンで人間のこう断面を取れるやつですよね。はい、それと同じ技術で機械や部品の中を見ることができます。それがこちら、東日本最大級の X 線 CT 装置です。鉄鋼で8cm、アルミ合金で 20cm 程度の厚さまで断層写真を撮ることができます。ご覧ください。はい。あ、重い。ずっしりしますね。これ金属の塊からできてるんですか？はい。この五軸マシニングセンターという機械ですと、テーブルが傾斜、回転することで複雑な三次元曲面の加工が可能となります。さらにこの機械では、日本でも数少ないワイヤーを用いた金属積層造形が可能です。また、吹き付けた金属粉をレーザーで溶融させて形状を作成する金属 3D プリンターも導入しています。でも説明しきれないので詳しくはこちらをご覧くださいね。塚本さん、ありがとうございました。福島県ハイテクプラザ南相馬技術支援センターでは、今ご紹介した機器の他にもたくさんの設備・機器を使用して企業様の技術相談、新製品・新技術の開発支援を行っています。ヒタルさん、はい、見えてきました。はい、これが日本で唯一の試験場、水没市街地フィールドです。桜井さん、はい、ここってどんな風に使うんですか？はい、1階部分が一部浸水した状態と冠水した状態を想定した建物を設置し、水害で被災した市街地を再現しています。水上水中ロボットの試験のほか、有人ヘリやボートを使用した救助訓練に使用いただけます。なるほど、はい、最近水害多いですもんね。そうですね、そういう意味では重要な施設ですね。はい、ぜひ活用いただきたいです。
ギャルさん、何してるんですか、はい、今日プールの撮影だって聞いたんで準備運動です。水深7メートルありますけど大丈夫ですか？7メートルですか？それって飛び込みの競技用プールじゃないですか？いえ、そもそもここは遊泳用のプールではありません。と言いますと？まずはこれを装着してください。よし、待ってください、待ってください、はい、これをそのまま上から着てください。あ、上から着るんですね。はい、失礼しました。はい、ヘルメット、よし、よし。ここは屋内水槽試験棟です。長さ30メートル、幅12メートル、水深7メートルの大水槽と、長さ5メートル、幅3メートル、水深 1.7 メートルの小水槽があります。ダム、河川、港湾などを再現し、水中・水上ロボットの試験や操縦訓練が行えます。桜井さん、これドローンっていうと空飛ぶイメージだったんですけど、水中ドローンっていうのもあるんですね。はい、今までの水中の点検調査は危険で大変な仕事でしたが、はい、水中ドローンの登場で比較的低コストで安全に調査を実施できることが期待されています。はい、なんかかっこいい機械ありますね。はい、実はこれも水中ドローンなんです。福島県内の企業さんが作られたもので、こういったものもロボットテストフィールドに展示しています。へえ、すごい。桜井さん、またスケールのおかしな施設がありますね。はい、はい、実物大の橋を作っちゃいました。そしてトンネルも、すげえ。こちらのインフラ点検災害対応エリアは橋梁、トンネル、プラント、市街地道路などの構造物を設置しています。これも国内唯一の試験場です。あの橋梁ではどんな試験が行われるんですか？はい、ここでは老朽化や障害物が再現されており、点検や試験、そして操縦訓練を行うことができます。このトンネルってどういうふうに使われるんですか？試験用トンネルは壁面にひび割れや浮きが再現されており、ドローンやロボットの点検試験に活用いただけます。また両端のシャッターを閉め、長いトンネルの中央部を再現したり、障害物を自由に配置し、事故現場を想定した訓練にも活用いただけます。そうなんですね。インフラの老朽化は全国的な問題ですからね。今後ますますニーズが高まりそうですよね。そうですね。あれ？
ちょっと桜井さん、桜井さん、公道でセグウェイ乗っていいんですか？いえ、イタルさん、はい、ここ公道じゃないので大丈夫です。いやいや、こんなに普通の道路ですよ。いえ、実はここも福島ロボットテストフィールドの施設の中なんです。へえ、ここ市街地フィールドは住宅、ビル、信号標識付きの交差点のある市街地を再現しており、自動運転や宅配ドローンの試験などに活用いただけます。マジっすか、全部原寸大ですよね。はい、住宅は内部を再現し、一部は損壊の状況を模擬しています。また同じフィールドの中に模擬の瓦礫も設置してあり、ロボットの試験のほか消防訓練なども行えます。さらにぬかるみや道路の陥没、亀裂、土砂災害などを再現した瓦礫土砂崩落フィールドもあって、さまざまな試験や訓練のニーズに対応できます。桜井さん、どこ行っちゃったかな。階段で上がってきてください。つらい。桜井さん、桜井さん、ここは一体何ですか？ここは試験用プラントです。1階から6階まであり、高さが30メートルあります。30メートル。はい、さまざまな形状の配管やダクト、タンクなどのプラント設備を再現しています。今上がってきていただいた1階から6階までのフロアごとに異なる試験や操縦訓練が可能です。桜井さん、人間が操縦をしなくても自分で判断して障害物を回避するロボットとかがこれから普通になっていくんでしょうね。はい、うん、そういったロボットの実験場としてぜひご活用いただきたいです。はい、じゃあ帰りはエレベーターで帰りましょう。はい、エレベーターあるんですか？はい。すいません。桜井さん、はい、めちゃめちゃ広いですね、ここ。一体何すか、ここ。はい、ここは無人航空機エリアの滑走路です。はい、直線で500メートルあります。500メートルです。無人航空機向けとしては、国内最大の飛行空域の中に滑走路やヘリポートなどを整備しています。特に干渉ネット付き飛行場は150メートル×80メートル、高さ15メートルのネットで覆われており、航空法適用外となるため、夜間飛行や物件投下などの特殊な飛行が申請なしで行えます。ダルさん、はい、ここは福島ロボットテストフィールド自慢の施設、
風洞棟です。すっごいですね。風速20メートルパーセカンドまでの風を起こせる装置です。あの機械は何ですか？あれはドローンアナライザーです。ドローンを飛行させずに機体の性能評価ができる装置です。そんなことができるんですね。驚きです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。